車ありがとうございます。この列車特急の木1号木勝浦駅です。この先の停車駅と到着時刻をご案内いたします。次の桑名には8時25分、四日市には8時37分、鈴鹿には8時45分、次は9時ちょうど、松坂には9時15分、佐伯には9時23分、三瀬崎には9時47分、飯田橋には10時18分、大分には10時45分、熊野市には11時13分、新宮には11時34分、終点機勝浦には11時55分に到着をいたします。車内のご案内いたします。列車は5両編成で運転をしております。前から5号車、4号車、3号車、2号車、1号車です。自由席は一番後ろ1号車です。車内は禁煙です。この列車特急列車です。乗車券のほか特急券が必要となります。また特急南紀号は四日市から津までの間は JR 線とは別の伊豆鉄道となっております。ジャパン、レッドバス、車のバスなど一部の切符では伊豆鉄道線の乗車券、特急券が別に必要となります。また四日市から先、真中やトイカ、スイカなどの IC カードはご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。この列車は担当いたします乗務員、運転士、おみさん、車掌は鈴木です。次は桑名です。